こんにちは、夏助です。よろしくお願いします。さて、今回はクリスマスツリーの飾り付けをしていきたいと思います。イエイ。皆さん、クリスマスってどんな風に楽しみまれてるんですかね。なんか私はもうクリスマスツリーを出すことに始まって、アドベントカレンダーも旦那と息子の分作って、こうカウントダウンも楽しむし、なんかお部屋の中もちょこちょこクリスマスカラーに、例えばクッションを赤に変えたりとかもするし、テーブルウェアとか、その出す料理のお皿とかもなんか赤とか緑とか、こうタータンチェックとかに変えて、なんかだん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 クリスマスをこう盛り上げて、こう舞い上がるっていう感じなんですけど、 IKEA にも前々回の動画で言ってるんですけど、あの結構早めにクリスマス商品も仕入れてるっていうこともあって、もうハロウィン前後、今なんですけど、ハロウィン前後ナウはもうクリスマスツリー出したくて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 しょうがないみたいな気持ちになって高まってるんですね。もうそろそろあの赤ちゃんが生まれるかもしれないっていう準備も必要なので、ちょっと早めなんですけどクリスマスツリーを出しちゃおうっていうことで、今回はその出しちゃう動画になります。去年も同じクリスマスツリーを使ってて、インスタにそれを投稿したら、どこでツリー買ったのとか、その LED 電球どこで買ったのとかすごい聞かれたので、なんか今回ご紹介しようかなと思ってこの動画作ってます。あの楽しみながら紹介も含みつつ、一緒にクリスマスムードを盛り上げれたらなと思います。早速動画スタート。早速ツリーを出していきます。このツリーは210センチあるんですけど、この箱に収まるぐらいコンパクトにしまいます。いつもあのベッド下収納のところにしまうようにしてます。で、組み立ても簡単で、この木が全体で3つに分かれてるんですけど、その3つをね、土台に刺して広げるだけで、細かい枝とかをこう立体的に広げていくだけっていうものになります。意外とね、簡単なんですよ。で、見てください、この広げた瞬間の森感わかります？これがね、こだわったとこなんですよね。なんかスッカスカのプラスチックみたいな木じゃダメで、もう本物より本物、もう本物のなんか10倍ぐらい持ってるみたいなモリモリの木が欲しくてですね、これを探したところ、代官山のクリスマスショップ、あの日本で初めての、今35周年のクリスマスショップがあるんですけど、そちらでゲットいたしました。これが210センチで2万8000円です。いやー、高いけどもう年一の楽しみで、もうこれ嫁入り道具として旦那さんに買ってもらいました。ありがとうございます。めっちゃいい買い物です。はい、お次は LED 電球を巻きつけていきます。これは1つ100球ある LED 電球なんですけど、それを4つ買ってます。4つで全長が60メートルなんですけど、210センチのツリーにきちんと巻きつけようと思ったら、何個ぐらいいるかいな。4つで足らんけん、まあ8つ、倍あればだいぶ満足のいくイルミネーションになるんじゃないかなと思うんですけど、なんでかっていうと、まあ、適当に巻きつければそれはあの何メートルでもいいっていう話なんですけど、あの綺麗に巻こうと思うと、1本の枝に対して奥から手前に1往復した方がいいんですよ。奥から手前に1往復を1本の枝に対してやった方がいいんですね。これが奥行きもあって、手前もボケて、こう立体的に綺麗に見えるっていうあの見せ方なんですよ。なので買う時も、もう完璧にしたいからいっぱい買いたいと思ったんですけど、この LED 電球が確か、公式のそのクリスマスショップでツリーと一緒にね買ったんですけど、1個1万2、3000円したんですね。なんでこれ8個買ったらやばいっていうので、なんかよくわかんない手加減して4つになりました。ね、なので巻くときに、このあまり目に触れない裏側はそんな手の込んだことはしてなくって、手前に来たときだけ、あの枝に対して1往復みたいなのをところどころやってる
ていう感じで、もう裏は素通り、表は丁寧にやるっていうので、なんとか4つで下までたどり着いてます。それでも裏手抜いても足りないぐらいなので、何個買い揃えばいいんだろう。一旦今年もこのままやるんですけど、このあとライトつけてみて、あ、こんぐらいの光になるんだっていうのは、あの皆さんで感想をね、擦り合わせてください。はい、 LED 巻き付け終わりました。枝がね、こんな感じの枝で、 LED 電球近くで見るとこういう感じです。12センチに1回こうライトがあるような感じですね。12センチに1個ライトがあるような感じです。点灯してみましょう。どうぞ。おー、綺麗綺麗綺麗ですね。まあ、さっき電球が足りない足りないと私が言ってたんですけど、どうですかね。人によっては十分じゃんっていう感じもあるかもしれないし、私としてはもっと豪華にキラキラっとしてほしいので、もうちょっと数が欲しいなっていうところです。でこの LED が16個の点滅パターンがあって、結構好きな気分によってチカチカさせたり、ふんわりぼかしたりっていうのができるので、その辺が高いのかな。融通が効いていいと思います。これが綺麗に配線してみた部分なんですけど、どうですかね。ちょっと奥にある光と手前にある光とっていう感じ、なんかこうホタルみたいな、ホタルがたくさん木に止まってるみたいな感じが出てるといいかなと思います。で設置場所も窓際にするとこうやって反射してこう2倍楽しめるっていう感じなので、場所もいろいろ考えてみてください。明るい時に点灯するとこんな感じです。さて最後ですね、オーナメントの装飾です。このオーナメントは去年 IKEA で買ったものです。この反射がね、綺麗なものとちょっと曇ったゴールと、それにちょっとレッドを混ぜてます。オーナメント配置のポイントなんですけど、見てください。こう反射があるものって周りのイルミネーションこう反射してすごいキラキラ光ってますよね。で一方曇ってるものってそんなにキラッとした反射がないんですよ。なのでその辺のバランスを考えて、どこに置けばいっぱい LED を反射してくれるかなっていうので、こう設計していくといいかなと思います。でこのオーナメントもね、 LED の時と一緒で、手前に置いて豪華さを出すものと、奥まったところにわざと置いて見えづらくはなるんだけど奥行き感、立体感を出すためのオーナメントっていうのをこうまらまらに配置した方がいいですね。まばらに配置してるとね、また数の問題が出てきちゃうんですけど、これはね、ゴールドは IKEA で去年大きいのを2つ買って、全部で64個ぐらいかな、大きいゴールドが。でレッドが約40個ぐらいです。結構ねこのツリーに対しては数少ないと思います。それこそ見えてる部分しか配置できないですね。奥はねもうスカスカでほったらかしっていう状態です。見えないからいいか感じなんですけど、もうめっちゃ綺麗。もうこのゴールドとレッドのなんか王道みたいなキラキラ感も大好きですね。やっぱその曇ってないオーナメントの反射の仕方が半端ないです。暗いとこんな感じ。さっきのね LED だけの時よりもなんか明るさ増してる感ないですか。
ね、反射してすごい綺麗です。で、奥にあるものもちょっと立体感をやっぱり演出してすごいいいし、うん、いい感じです。さて、いかがでしたでしょうか。まだね、クリスマスツリー早いよっていう気分の人多いと思うんですけど、あの後になればなるほど LED 電球とかもどんどんアマゾンからなくなっていくので、この機会にね、早めに検討して、あのたくさんおうち時間もあるし、クリスマスを楽しんでいただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。